はい、どうも池です。今日は FF7 やっていきます。前回はこちらのコスモキャニオンで レッド13のイベントを行っておりました。でそのイベントを終えて今から先に向かいます。次なんだっけ、ロケット村かな、もまだかな、ちょっと覚えてないけど、多分ロケット村でもうシドが出てくる回じゃないかなと思います。正確に覚えてみてもらって3枚助かるかな、いかにしないと本当にいいですよ。興奮剤持ってんだ、助かるわ。地味に HP がやばい。今ユフィだっけ、フィじゃない、そっか、もう倒す必要がないからエアリスにしようか。あ、OK マテリアもチェックしていきましょう。マテリア、あ、そうだそうだ、そういえばどっかでなんだっけな、ホワイトウィンドウが覚えられるはずなんですけど、どの辺だったか忘れたんでちょっと調べます。調べてみたら、呪文エリアまで戻らないといけないんで面倒くさいんで、また別の機会に行きます。で、あとちなみにまだロケット村じゃなくて次にニブルヘイムでした。ニブルヘイムもクラウドの過去に触れてたんで、こいつなんか持ってしまう。あれ今エアルちゃん、ルフィ何も、これマテリア何もつけてない。見てなかったけど、中盗んだ。何もついてない。誰がつけてるか、レッドサティンかな。お前だ、タイミングでヴィンセント仲間にできるんだっけ。あれ燃えたの自体が嘘だっけ。ではいないか、そっか、クラウドとザックスが捕まって
監禁はされたけど燃やされてはいないのか。あれクラウドの家とかってどうなってんだっけ。ちょっと一個ずつ順番にちゃんと回っていこう。アイテムはいらないと。あれでも生まれはここだよな。クラウド、あ、待てた、エリクサー。ティファー、クラウドの家、クラウドだ、クラウドの家。何もない。あ、誰かいる。家も違うんだっけ。そこまで覚えてないな。どうだったっけ。ティファの家、あれこいつ何も持ってない。プラチナピスト、多分2倍の武器だよな、きっと。ここはないと。背伸びパンツはどうなっている。背伸びパン出てこない。ピアノは弾けるのかな。あ、弾ける。この段階でもう入手できるのかな。ピアノあれリミット技だっけ、最強武器だっけ。リミット技だったよな確か。ちょっと調べ中。ラ、ソファ、ドレド、オリ。あれまだ何ももらえないのか。あ、微妙な。ティファがいないとダメなんだ。この段階でもう手に入るのかな。あ、でもどの道ここにはティファ連れてきたいな。ユフィと入れ替えするか。でっかいのとちっちゃいの。ラックアップ。ティファに入れ替えします。いや、さすがにここにはティファ連れてこないとね。ちょっともう一回話のし直しもしよう。入れ替えじゃなくて、その前にユフィのマテリア外しておいて。
ティファティファのリミット全然成長しないもんな。ほったらかしにしてるから。よし、プラチナフィスト。ゲーム。パワーリスト。敵の技属性芝。あ、違う。こっち倍になるから、倍の。あ、全体まあ、いっか。あ、いいと思うんだけど、全体がつけよう。で一応怒りに乗せておいて OK これでいこう。ティファだいぶレベル離れちゃったな。なんだよ、ティファ連れてき直ししたのに。じゃあこいつは離さないんだ。いても変わらないのか。他も変わらない。いやでもティファの家とかは変わるよな。さすがにクラウドの家とかも反応変わりそうだけど。もう変わらんのか。ティファの家に入った時はどうだろう。変わらないというか反応が特にない。もうこれしかないか。もう一回やってみた。あれまだ手に入らないんだ。今じゃないのかな。さすがにまだ手に入らんのか。まあ多分今じゃないんだろうな。よし次。おお、こんなところにもいる。え、屋敷の中にいるのか。酸素が一番多い箱の蓋。酸素が一番多い箱、まあ、答えは調べれば出てくるんだけど。あー、なんかこいつ懐かしいな。苦戦したような気がする。星の守護霊もうだいぶ使ったから、そろそろ次覚えてもらってね。全然当たんねえな。お、落ちたけどすぐ残った。おお、覚えた。よし、これで大いなる福音を覚えれるぞ。エアリスの準備 OK。 酸素が一番多い部屋ってなんだ。の箱の裏。部屋の関係ねえしな。エアリススクラブ、こいつの数数えろってなったんでしょうか。はい、倒した。星野さん、宣告し
あ、沈黙になってる。全員沈黙。召喚も使えないんだ。スリスリ。あれ、結構覚えてるんだ。ニットガル出てから一回も使ってないもんな。リミット1はマスターしてる。お、宝箱、シルバーメガホン。ユフィ今入ってないな。え、何が酸素が多いんだ、よくわからん。酸素が多い。またこいつがパッとやっちまう。これか。エネミーランチャー。右36。どっかメモっとこう。右36。右36。で、2番目のヒントが。空のない黒と白の裏。空のない黒と白の裏ということ？
空のない、だ窓がない部屋で白と黒の部屋。もうこっちめんどくさい。稼げるからディニット覚えやすいかもな。ここの部屋でクラウド着替えさせられてたな、ザックスに。あれ、この金庫動かなかったんですよ。ガタガタって動いてないような気がするんだけど、うん、違うのかな。赤と紫のなんか半々の敵は確かでいくんだよな、金庫の中。カラミラクー、あー、またたく。マジカップ、ここは窓あるな、ここもあるな。ここはないな。白と黒の裏、どういうことだ。部屋はここっぽい気がするけど、エアリスのスピードが1000。ここじゃないのかな。ここも窓ねえな。白と黒の裏、白と黒の裏、なんからん。あ、くなった。
てマジで分からんぞ。ここは違う。白と黒。ピアノ？ピアっていうのいいかな。ここでレベル上がってきそう。お、左銃。見つかった。三つ目。四つ目はここにあるんだよね。2階の椅子のそばの床の岸に5926。5926。確かね、これたどっていくと何かにちょうどぶつかる。あった。1234、5。これじゃねえな。床のきしみ。歩いたらなんかなくなるのかな。あ、間に合わなかった。あ、いけた、いけた。リミットを覚えるな。これかい。床のきしみ。きしみがわからん。向こう側かな。じゃあ床のきしみ。こういう時間かかるんだよな。シノ先生、待つのも長いしな。聞いたら嬉しいけど聞かない。ここで記念がでいいや。床、お、きしみがあった。1、2、3、4、5。極二郎だったよな。左、1、2、3、4、5。この辺だな、多分。この辺か。あれなんだっけ、極二路で、ここから左。写真撮るか。
サイト見たら数字見えちゃったけど見えちゃったけど頑張ります。とりあえずあの辺だよな、きっとあの部屋のどっかだと思うけど、ちょっともう一回確認。極に色だな、やっぱ。よし、一歩の幅が分かりにくいんだよな。そうになってないからね、分かりにくい。これは確かに。なるとやっぱ分かるな。はい、1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9。こんなとこ1 2、いや違うな、この辺だな多分。1 2 3 4 5 6、この辺だな多分。この辺だ、この辺だ。さあ、右59。よし、最後。最後はもうここに書いてるんだったっけ。4右の97。よし、番号分かった。ちょっと離れてんな。ちょっと待って、これセーブしとかも多分強いはずだ。
エアリスに怒りつけよう。興奮剤がもう少ない。セーブポイント今街の中になかったよね。回復だけ。泊まってなんかイベントとかないよね。ないね。ちょっと一回ソウルセーブしてから。ただその時考えよう。絶対まだ早いんだよな、こいつに挑むの。それは分かってる。番号覚えてなかった。36、左の10、右の59。全然間に合わん。で90間に合わん。もうちょっといけるな。右36、左の10、行き過ぎた。10、右の59、59、あー行き過ぎた、間違えた。右の36、左の10、あー失敗。左の10、右の59、59、左の、じゃあ右の97、ギリギリ、あー間に合わんかった。36、左の10 10 59、59 97、 OK、 あー、いたー。あーあー、見破る持ってこるわ。あ、いける。意外とダメだ。特性は控えた方が良さそうだ。外れてる。右から大丈夫。はい、大丈夫。 OK、 大丈夫。ファイナーは、はい、OK。
うわ死んだ。ちょ待てちょ待て。これ生き返るのかな。生命死んだ。待て。うっそ一撃。これはちょっとさすがに無理だな。無理だ無理だ無理だ。ちょっと頭発進しよう。おお、トロフィーゲット。そっか、全滅っていうのもあったな。まあちょうどよくトロフィーゲットできたし、いっか。というわけでここは一旦飛ばしましょう。あ、ヴィンセント早く仲間に入れたいけど、さすがに勝てん。どの道大いなる福音取りにまた戻ってくるから、その時で行くか。よし、セフィロス。確かこの後戦闘はなかったと思うけど、足りなかった。あれ通れもしない。あ、そっか、あそこのヒントの鍵がいるのか。特にない。セフィロスがいた。クラウドだ。おお、 A がザックス、 B がクラウド。ああ、やっぱそうだ。ジェノバイの反応かと。あれ、向こう側行けない。あ、あった。いや、行方不明。問題がないと。もうここまでか。
ニブレ山へ向かえばいいのかな。死なないか。ないか。よし、ニグルさん、ニグルさん、ニグル山行こう。ああ、興奮剤は買ってこう。プラチナバレッタ、プラチナバレット、プラチナ、え？プラチナバレッタ、お、プラチナバレッタ、プラチナバレッタ、あ、そっか、興奮剤なくなったからいいだろう。あった、あー、レッドサティンのそれか。
疲れ道の突き当たりも何もないよ。一瞬行くだけ行ってみよう。また切れるのか、あ、切れない。この先ドラゴンいるんだよな。確かドラゴンではなかったか。オーバーソウルってティファのソウルじゃなかったっけ。あったりプラチナフィストもよかった。いやまだ戦いたくない。あれ戻れない。そんなわけないよな。ないといけないのかこれ。うわ戻れない、戻れないわ。やらかした。まあしょうがない。まあ戻ればいいけど、まあいいよ。また戻ってこればいいや、次の機会に。そしてこのボスが強いかどうかわかんないから、ちゃんとセーブしてから。いや、別のとこ。よし。なんか盗めるかな。さすがにダメージ結構。何も持ってない。ひたすら倒すの。うっそ、1500。ちょっと待って、来るの早すぎた。さっきの敵も強すぎたんだけど、俺普通に弱すぎた気がする。あ、やばい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 。下げるのまた忘れてた。炎ダメかしか。どうやるしに負けよう。早かったな、クリソン。これはやばいやばいやばい。こう耐えた。
ラインハザード、これでいけ、終われ。あいつも気合いだったね。絶対ダメージでかいでしょ。オッケー、ラーニング。討伐したからリミットを覚えるかと思ったけど甘くなかったな。セーブしよう。ここでタイニーブロンコが手に入れば戻れる。安いな。
装備が弱かったんだ、これが。そうだ、全然変えてなかったわ。しかも連邦スロット。そりゃ弱えわ。これで結果変わるんじゃね？戻って挑めるな。ちょっとタイニーブロンコ手に入れたのもすぐ挑みに行こう。あ、通れない。ここは宿や。止まろう。多分そんなに減ってないけど。そしてアイテム屋で興奮剤を購入。そんだけか。アイテムとかは何にもない。何もない。何にもない。暇なのか。なんもないな。お、開けみよう。これはさすがにもう、あ、でもいいや、取っとこう。大した額もないし、アンブレラも大した額もないね。あの人全員暇人なのかな。パワー、やっとアイテム見つけた。当たった。ドリルアームバレットか。 ここは白の家かな、ぽいな。お、タイニーブロンコある。やっぱここシドの家か。
さあ、じゃあシドのところに行きますか。さあ、おシドさんどこですか。上か。めっちゃシンガって書いてあるじゃん。いたー。テーマ。なんかめっちゃ本当に懐かしいな。出ると多分イベント発生かな。というわけではないのか。てっきりイベントかなと思ったら。一回出るのかな。もう一回タイニーブロンコ。タイニーブロンコ。
んな角度だったら絶対倒れるでしょ、そのまま。パルマ、やば、砂糖と蜂蜜たっぷりラード、シドとタイトってどうなるんだろうな、メイクになって変えないでほしいな。まあ今だと絶対パワハラとかって叩かれるだろうけど、まあ、ゲームの中の話ですね。いや、ここはこのままでいってほしいな。バレットも変えなかったしね。タイニーブロンコ、パルマをぶっ倒せばいいのか。こっちでも来てんのかな。あれ今外にいたかった。あ、さっきまで中にいたか。パルマ、あ、怒りに飛ばされた。まだ弱いだろうかな、のんびり。出ねえじゃん、そうですよ。何で動いてるの、間に合ったしろ、行かれた。
べるようになったのか。これで大いなる福音がもう取れます。なんでいこう。戻って戻って、あ、こっち行けない、こっちは行けない。どこが行けるんだ。まだロケット村の周辺だもん。こっちじゃないんだ。こっちがまず雨帯、雨帯じゃないんだ。もっと前のコスムキャニオンとかに戻りたい。ここだね、コスムキャニオン。で、コスムキャニオンの向こうにある。ああ、行けない。義職人のところ。もうこっち走る。武器職人のところ行くのをカットします。カット。はい、武器職人の家に到着しました。早速入ります。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。ミスリル渡す前に多分大きい箱か小さい箱みたいなのなんかあった気がするんだよな。セーブしてから行きます。にしてもシドのところすげえあっさり終わったな。どっちが大いなる福音だ。 OK 正解。なんでもない。はい、というわけで早速大いなる福音を覚えます。アイテムが多すぎ、あった。さあ、ついに覚える大いなる福音。覚えたー、トロフィーゲット。多分今まで俺大いなる福音を覚えたことないんだよね。いや、初めての大いなる福音だ。じゃ早速使ってみたいけど、まずはジュノンエリアに戻ったりとかいろいろするんで、まだカット。はい、今ジュノンエリアに戻ってきて、うわー、反撃しちゃった。こいつがゼムゼレットってやつで、こいつがホワイトウィンドウを多分使うはずなんですよ。なんで操らないといけないんで、ちょっとカウンター外そう。ちょっともう一回出現させます。ここでホワイトウィンドウを覚えて終わったら、ミドガルゾールのところに戻って、あいつベータっていう技を使うんで、それも覚えてきます。お、来た。
操る。ミス。それで邪魔者を倒しておいて。操れない。ミスを使うか。飛んでたら操れないんじゃないですか、絶対。OK、やった。ホワイトウィンドウ、嘘だろ。まさか。ここで操らないとダメなんだぜ。早く出てきてゼムゼレット、そして早く操られてくれ。お前らちげー。お、ちょうどせっかくなんで、ああ終わった。初大いなる福音をとこの後使いましょう。そして5万ギル突破。押せちゃうやつ。早くゼムゼレット出てくれ。ゼムゼレット、出ない。よし、多いなら普通に使おう。じゃないよ、プラス無敵もつくんだ。さすが大いなる福音。もう大いなる福音覚えてるし、装備も変えたし、ロストナンバーだっけ、あいついけんじゃないの。金庫の敵全然出てこなかったな。ペルソナから来ました。余計な行動しないでくれ。パワーが尽きる。ミス。飛ぶ前にやんなきゃ多分ダメなんだもん。ホワイトウィンドウ、来た。ホワイトウィンドウ、よし、できた。覚えた、ラニング。はい、じゃあこれでミドガルゾールムのとこ行ってベータ覚えましょう。ホワイトウィンドウ、オッケー。もう一個もオッケー。あ、ちなみに
アクアブリスも覚えました。ここ来る途中のゴールドソーサーでキマイラが出て、そいつがアクアブリス使ったんで覚えてきました。さすがにこってじゃねー、道間違えた。あれ今のことよかったのか。いや違うよな。出口どこ？どこ？ちょっと待って。倒してだ。そしてミドガルゾルム倒す。さあ来なさい。操ればいいか。何も持ってない。大丈夫、耐える。余裕ではないかな。何も持ってない。見破る。操れない。東京シーズン使っとこう。あ、そうだ、結局エアリス攻撃に許されてない。まだ大丈夫だ。そこ。あ、でもこれで操れちゃったら攻撃解除されないな。大丈夫だった。メーターを早く打ってくれ。敵の技を覚えたいんじゃ。になると多分ダメージ受けないから覚えない気がする。覚えないと使っちゃダメだ。ずっとこのまま置いとこう。早く使いなさい。その時やるんだっけ。倒したか一回普通に。あ、この状態にならないですか。倒すってあるよ。いっぱい行く。ロール気あるあ、危ね。ちょっと油断すると危ないな。おーい、尻尾で追い出すな。敵の技を覚えれないじゃない。
ベータを語ってくれ。これマジで死ぬときにやるんだけど、いいや倒そう。いいや、まだ使わない。ちょっと待って、普通にただ倒しちゃった。使ってくれよ。全然使わねえよ。よしよし、ちょっと使ってくれよ。お、あー違った。いいや、あ、ベータ使った。エアリスいるときに使えよ。というわけで片方は覚えたんで、あとはちょっと動画外で覚えます。というわけでカットで、ちなみに、これを覚え終わった後は、コスモキャニオンあたりにの海岸で、マイティガードを覚えることができるんで、そこに行きます。カット。はい、今ゴールドソーサーエリアに来ました。多分こいつがマイティガードを使えるはず。これは完全に操らないと使えるかな。これだ、これだ、リーチプラグ。マイティガード。はい、ランニング。ちなみにさっきちゃんとベータ全員分覚えました。全員分っていうか、敵の技2つ分。で、ついでに、ミッドガル周辺まで行って、マトラマズ行く。もう一個の敵の技の方覚えてなかったので、それも一緒に覚えてきました。はい、というわけで、マイティーガードも OK なので、ニブルヘイムに戻って、あのボス、再度挑みたいと思います。カット。はい、ニブルヘイムに帰ってきましたので、早速挑みたいと思います。万全だよな、OK。よし、セーブもしてあるんで、大丈夫です。右36、左10、右59、右97、OK。右36、左の10、59、間違えた。早いんだよな。36、OK。10 59 49 97、 OK、 余裕ある。行き過ぎ、行き過ぎ、97。え、なんで36 10 59 97。え、数字違ったっけ。合ってるよ、36 10 59 97、合ってるよ。1回でも通り過ぎちゃダメなのかな。36 10 59 97、オッケー、よっしゃ、いたー。
あー、やりず高列に下げるの忘れた。下がってチェンジ。よし、これでコスモメモリーレッドサーティーン、カギオーディンオーディンはどうしよう。カウンター外してつける。見破るするまでもなかったな。よし、じゃあヴィンセントを仲間に入れましょう。全員こんな、やばい、嘘だろう。こんな全滅ありかよ。マジかよ、せっかく倒したのに。倒した直後の全滅って、これは辛いって。なん怖いな。ちょっとあいつ要注意だな。ああ、またこっからかい。まあ、そんなに難しくないからいいけど。10、OK、59、OK、97。また再戦、無駄に参戦。ああ、またエアリス効率してや。敵の技データまずはチェンジ。マイティガード、マイティガード、マイティガード。うまくですよりもめちゃめちゃ強くなった、急激に。このヘッドコスは相当楽なんじゃないか。
ベータよりアクアプレスが強い。弱い。E だと弱い。あれ急にダメージが膨らんで。ダメージ減った。ダメージ食らうとだんだん硬くなってるのが分かる。オッケー、来た。でも倒せた。はい、コスモメモリー、ヴィンセントの鍵、オーディンで、オーディン装備、オーディン、オッケー。アクアブレスで全滅なんていうのはもうやだよ。おい、こいつかい。こいつはこいつでめんどくせえんだよ。そして魔法寄りにしてアクアブレスに。よし、これでオッケー。アクアブレス距離。アクアブレス強っ。ただ困難が怖い。そうなるとこいつはこいつだから。もうこいつだから、こいつ勝ってんの。さあ、ヴィンセントのところへ。ヴィンセント、どっから話しかけるんだ。お、いけた。ヴィンセント、セフィロスのこと話そう。お、食いついた。出てきた。寝るんかい。え、これ何回か話しかけるのかな。タックス。よし、これで仲間になるだろう。
また眠るんかい。これ多分もう一回だよね。あれルクレチアと会って腹じゃないかな。かなりなんないんだっけ。もう名前の決定したのはここで入らないのか。さすがになりそうな流れだったな。今全然見てなかった。ここでなんないの？マジで？ってなるともうやっぱりルクレチアの洞窟？あ、違う。来た。よし。ヴィンセント、あ、トロフィーもゲット。ギュッフィー、さようなら。あー、でも、そっか、マテリア外さないといけない。本当はちょっとユフィー多分これから放置になりがちだと思うから、リミットをいろいろ覚えさせる意義でも使っていきたかったけど、ヴィンセント入ったらヴィンセントでしょう。使えないから外出るまで怖いな。ピースメーカー、金の腕輪がもうない。外に出るまでが怖い。ちゃっちゃと逃げよう。逃げちゃダメだ。逃げちゃダメだ。逃げちゃダメだ。そんなしないよね。その確認だけしてしないよ。反射。おい。マジか。そっか、それ鏡だ。戦していきなり死んだ。ヴィンセントさんごめんなさい。ヴィンセントめっちゃ好きなキャラなのにいきなり死なしちゃった。メテオレイン、ついに来た。メテオレイン、メテオレインめっちゃ強いんだよな。この次に覚えるなんだっけ、我流転生よりも全然強いんだよねメテオレイン。早く外に出てユフィを外さないと。マーテリアだ。ホワイトウィンドウ。そういえば今思ったけど、ユフィもヴィンセントもエアリスも全員後列でいいな。そして5分。ああ、そうだ、山も行けなかったところ行かないと。そして入れ替え、入れ替え。よし、 OK、 これでいこう。ちょっと待って、確認だけします。
OK、大丈夫だった。ちゃんと取れた。大いなるクイーンで回復をしたい。よし、使える。しないしないんで。この3倍速使うと本当早いな。良くも悪くもめっちゃ早いわ。先に降りてやらないといけないんだね。左側なんかあんのかな、扉みたいなものあったけど、ここ多分今まで一回も行ったことないよ。もし行けるなら。全員麻痺した。行けた、やっぱこんなとこ行けたんだ。このマコールあるのはもちろん知ったけど、あそこから行けるの知らんかった何やってんのこれ。待ってていけないんだ。いけないのか。ってことはこっちもいけるな。この泉をリバースで表現されてるのがきっとめっちゃ楽しみだ。全体から選ぶ。あ、他にもなんか上がった。ガリアンブリストリーバスケダンス、バスケダンス、向こうの泉スナイパー CR。 2倍じゃないけどいいか。命中率255すげえな。殲滅係をクラウドにしよう。そして耐久を下げよう。何を外そう。見破るでしょうか。 OK。マテリアがある。属性かよ。この野生のマテリアは取れないのか。なんかそ
このマテリアで何か取れたようなイメージがあったけど、なんかある。こっちから行けるのね。エクサ。必要なアイテムだけど重要なアイテムじゃなかったの。ドラゴン。なんか敵の技を覚えれそうだな。火炎放射覚えれるっしょ。オッケー、ラーニング。このクラウドが覚えれないよ、まだ操ろう。操れない。あ、やってた。あ、操れた。ブースマスターラリング。シャガリアンビースト。フレア回復するのかい。ラクアブレス。あ、やばいやばい。ポイントウィンド、ポイントウィンド。危ね。リーチクベダメだって。メテオレイト。強い。止まりかい。なんもないのかよ。ここまで来たのに。内側もなんもない。ゲタリだ。敵の技。ダブレス。
ちこっちはさっきのところに戻ったな。で上は何かあるのか。こちらベース、まじったな、まじったな、こんなに絶対ないよ。これもなんもないのか。さっきのドイツもうないのかな。アクアブレス受け割り、アクアブレスマジ楽だわ。動画にせずにパパッと撮っちゃったけど結構重要魔法だったな。なんもない。うわ、いいです。まだ今日ですね、知ってる。いいだ。アクアブレス効かなかったっけ。うっそ。これ引っ張ると合わない。あ、これでいいか。ドラゴン強いね。でっかいで切った。これズーか。よし、じゃあ戻りますか。通常のやりたいことに。一番手前は行ったから他を。クラブレース、よし終わり。さあ2番、外れー。あれ2番さっき言った俺。1番言ったと思ったけど、ちょっと1番言ってみよう。あ、この隣ね。はいはいはい。またドラゴン、こいつ嫌い。ベータダメだ。
いけた後、正解は1本か。4。ヴィンセント好きだけど扱いづらいな。4、4。オッケー、当たり。全体か。全体か。おお、もう行くやん。金ない。全体かマジで金ないんですよ。全体か1個で確か150万ギリとかそんなもんだったかな。めちゃめちゃ金になるんですよ。全体か1個マスターさせちゃえばもうストーリー進める上で金に困らない。しかもプレステ版、プレステ版、プレステ4版だとトロフィーの1つに990円、9000円単位を払うけど、とりあえずカンストさせないといけないですよね。なんでそれ用にも全体化は大量に仕事ないといけない。うわー、あぶね。マジで、おいらせん、おいらせん。竜怖いから早く逃げたい。もうやることはやった。オッケー、帰ろう。もうここは竜出ないから大丈夫だ。あとは BRB レッスンで終わりましょう。ブリーン、もうめっちゃ今楽しくなってきてるよ。明日朝早いんだよな。どうしよう。開けるです。でも明日そんなに長い時間じゃないから、まあなんとかなるかな。ただ初めての場所だからちょっと疲れるかも。でもここまでにしとこうかな今日は。ヴィンセントも仲間にして一通り区切りもついたので、今日はじゃあここまでにします。はい、というわけで今日はここまで。バイバイ。